16の6、私がいたしましょう。いや、これは俺の役目だ。トノモはモンドノ賞に頭を振ってみせた。お前の祖父からこの記録を取り上げた時、そうすれば肘は隠し通せるものと信じた。そのことに誤りはなく、身分七巻は隠し通せたが、目に見ることのできない人間の思考を抑える方法はなかった。そのこと、いやその点についてご意見を伺いたいのですが。わかっている。トノモは髪を裂いては焼きながら顔を背けていった。六条図書どもの陰謀のことだろう。モンドノ賞ははいと答えた。城代家老の交代と園庭工事の中止。トノモはまた咳込み、懐紙を出して鼻をかみ、唾を吐いた。抑えていたものが動き出したのだ。殿はお小種に恵まれず、江戸のご側室には姉君お二人だけであり、国元でおそばへあげた二人にはいまだに一人のお子もない。これが六条ら一味の動き出す原因になったのだ。家名血統という問題がここでは逆用される結果になった。松次郎が正室の子であり、幕府の息のかかっていること、正治に男児のないことから、松次郎擁立という動きが始まった。従来しっかりと抑えられていたものが、包みを決壊する蟻の穴を見つけ出し、そこから本流となって溢れ出したようなものだ。しかも権力掌握という大きな賭けがついている。おそらくこの本流を防ぐことはできないだろう。江戸で津田兵庫が死に、俺自身も老いた。彼らには最も良い条件が揃ったのだ。下手に防御策を立てると、彼らは公儀の介入へ持ってゆくに相違ない。そしてもしお家騒動などということにでもなれば、万事終わりだ。これらはすべて世間にありふれたことであり、仮に百姓町人の家で起こった問題なら、片方が相手の方下駄を張っても済むかもしれない。いや、大抵の場合そのくらいのことで収まるのが通例のようだ。けれども大名の家中に起こるとなると、方下駄を張るだけでは済まない。そこには政治の変革が起こり、それがそのまま領民の生活に大きな影響となって現れる。しかも5000先代から始まったことの根源は、家名と血統を守り通すという固執だ。それにどんな価値がある。おそらく百姓町人の世界なら笑い話にもならないだろう。だが今我々には笑うことはできないとトノモは言葉を続けた。事実は事実なのだ。指にトゲを刺して泣いている人間を人は笑うことはできないだろう。笑うか。トノモは最後の髪を火にくべながら、白髪になった頭を静かに振った。笑うことのできる人間は幸せだ。とトノモは言った。紛れもなく、無縁の者にはお笑い草だろう。だが当事者である我々には、その一つ一つが抜き差しならぬ大事であり、多くの者の生死がかけられている。私たちは笑ってはいられないのだ。モンドノ賞は黙ったままそっとうなずいた。トノモの言葉には、滝沢家の事情が移入されているように感じられた。大切なのは血統が正しいかどうかではなく、人間そのものにあるという。三代も続いた城代家老の滝沢家に兵部智則という子が生まれた。まさしく自分の子ではあっても、トノモにとって現在の兵部智則は疎ましく、我が子とは承認したくないのであろう。兵部はほとんど西小路の妾宅に入り浸りであり、白壁町などでしばしば遊びほうけているという。少年時代から抜きんでた美貌と学問武芸に優れた才能を表し、四代目の城代家老と家中全体から期待されていた。それが青年に達する頃から変貌し、今では安っぽい当時になってしまったのだ。そうなるにはそれだけの理由があったのだろう。自分との間にも思い当たることが一度か二度はあった。だがそんな理由のためではなく、養父がそんな風になったのは彼自身の性格、生まれつき持っていた性格の表れであるかもしれない。いずれにもせよ、トノモにはそれが許せないのだ。先々代の佐渡守から身の年、意の年にわたる騒動の根源が、主家の血統を正しく守ろうとする懸命な忠誠心から出たことだとしても、そのために人命を失い、ことを隠し、家中の口を封じるような努力を重ねてきたことは、今の殿もにとって極めて少子であり、無益なドタバタに過ぎなかった、と考えられるのであろう。それはその通りだ、と門戸将は思った。本当にこの本流は防げないものでしょうか、と門戸将は反問した。ご城代の交代はともあれ、園庭工事はぜひともやり遂げなければならない仕事です。単に捨て野の開拓ばかりではなく、5年前の洪水には、領民のため、藩家のために、どんなに役立ったかをはっきり証明しました。それを中止するのは、領民の心を離反させることにもなりかねないと思います。殿もは片手を上げて遮った。それは彼らの思うつぼであろう。今の殿に不信と反感を抱かせ、松次郎様を迎える下準備にしようとしているのだ。どうして殿がそれを黙って見過ごしていらっしゃるのでしょうか。殿もは首を左右に振った。わからない。城代家老交代のことも、園庭工事の廃止もまだ密報だけで事実として発表されてはいない。そこに殿のご意思があるかどうかさえ正確には分かっていないのだ。津田大吾のことを話そうとしたが、門戸将は思い返し、当分の間身を隠したいこと、その許しが出るだろうかどうかということを聞いた。殿もは不審そうな顔をし、身を隠すとは何だと反問した。門戸将はあらましのことを語った。無根の伝聞ではないんだな。思い当たる節があるのです。難しいな。殿もは焼き終わった灰くずを鉄の火箸で崩しながら答えた。たとえ俺が許し状を出しても、六条らの手に藩政が渡れば、彼らは一枚の保護にしてしまうだろう。飛騨の神正春にすがってもダメだろうか。そう聞きたかったが、これまたすぐに思いとどまった。江戸屋敷の状態が全くわからない現在、殿もにも答えようがないだろうからだ。殿のご帰国まではすべて予断ができない。と殿もが言った。国元では山内と柳田が主軸になるようだ。殿のご意思の変化がどんな理由にもせよ、山内と柳田ではいかにも心もとない。俺に余命があり、今少し気力があればな。殿もはそう言って、膝にある自分の手指を見、心の中にある思いを通わせるように、じっと門戸将の目を見つめた。膝の上にある殿もの手は、痩せて渋色にしわ立ち、細くて長い指はすっかり関節が高くなっていた。あれが半家のために一生を捧げた人の指だ。門戸将は滝沢邸から帰る途中、心に重苦しい痛みを感じながらそう思った。お家のために役立たぬと見れば、一人息子をさえ突き放してしまう。いささかの指針もなく、清潔に生き抜いてきて、今自分の老弱と一人で向き合っているのだ。いや、今はそのことは忘れよう。彼は暗い道を急ぎながら強く首を振った。我々に襲いかかろうとしている力がどれほど巨大であるか、何が真実の目的なのか判然としない。松次郎様擁立は旗印であって、真実の目的でないことは確かだ。すると彼らの謀略に対抗するより、その尻尾を抑えることの方が現実的ではないか。さらにそれより先の差し迫っての問題は、自分に対して5人の刺客が送られ、それがすでに城下へついているかもしれないということだ。およそ10年以前、伊関川の河畔で3人の刺客を切った。今度来る5人の中には、その3人に関係があるか、それに近いものがいることだろう。単に自分を抹殺しようとするのではなく、怨恨が絡んでいると見なければならない。門戸将は急に立ち止まり、刀の柄に手をやりながら、そっと後ろを振り向いた。誰か後からつけてくるような人の気配を感じたのであるが、すぐ向こうの屋敷の横から1匹の犬がのんきそうに出てきただけであった。ダメだ。これではダメだ。門戸将は曲り町の方へ道を急ぎながら頭を振った。俺はすっかり臆病風に吹かれている。こんなはずではなかったが、人間はわからないものだ。そのあくる日、モンドノショウは石原村の伊兵衛の住まいへ移った。七重は半病人のようで、なぜ花木町を去らなければならないのかということを聞こうとさえもしなかった。彼女の頭は初めて身ごもり、そして流産した子のことでいっぱいだったのだ。七重は父が泊まり、小太郎はもらい乳で育てていた。その役はおすみであった。少女だったおすみも、いつか18という年になり、花木町の家を立ち退くとき、暇をやろうとしたが、泣いて拒み、どうしてもついてゆくと言って聞かなかった。秋の冷たい雨が降っていい、空気は冬のように冷たかった。稲刈りの澄んだ谷は、雨水がたまり、雲に覆われた空を映して、鋼色に光っていた。お墨の背中で小太郎が泣き出したけれど、父を探そうにも、農家は遠く、その上、人目を忍ぶ身の上だからどうにもならない。七重の差しかける傘の下で、お墨は歩きながら優しく肩を揺り上げ、子守歌を歌ったり、話しかけてあやしたりした。とうとうこういうことになった。七重から初めて妊娠したと打ち明けられた夜、俺自身の油断を後悔し、いつかこんなことになるのではないかと恐れたのが、このように早く恐れた通りになってしまった。流産した子は幸せだった。小太郎はかわいそうに父に飢えながら、冷たい雨の中を逃げてゆかなければならない。しかも明日がどうなるかさえ分かってはいないのだ。小太郎が泣き出すと、モンドノショウは耳を覆いたいような気持ちで強く奥歯をかみしめた。しっかりしろ、小太郎。と彼は心の中でささやいた。お前は俺の子だ。負けるんじゃないぞ。